風富の皆様こんにちは、みえちゃんです。前回はね、たくさんの ご視聴ありがとうございました。あのね、あまりにもたくさん来ていただいたので、もうびっくりしちゃってびっくりするやらね、嬉しいやらで、本当にありがとうございました。それでね、昨日のね NHK の番組とかね、あとインスタグラム皆さんご覧になったと思うんですけど、皆さん心配ですよね。なんだか意外な内容でしたよね、ドキュメンタリーもね。だから皆さんちょっと心配になっちゃったのかなで、インスタのねメッセージね、これね、ここのあれ見てね、私もなんか矢も盾もいらなくなっちゃってね、すぐにねコメントを風さんに送ったんですよ。もう多分見てくれる可能性低いと思いますけど、英語でね、英語の方が伝えやすい内容だったので送ったんですよ。ここにある見えないか送ったんですけど、ね、シンガポールのね動画のところでもちらっと説明欄に書いたんですけど、何しろねスケジュールタイトでしょ。だからアジアンツアーのこと聞いてからね、ちょっとこんな風になるんじゃないかって少し心配はしてたんですね。で日産ライブでね全部出し切ったでしょ。もう一生にもう何度もできないようなねパフォーマンスでやった風さんがね、もう休む間もなくでしょ。でそれもね日産ライブの前にね、なんか出すはずだったアルバムがまだ完成してないんですか。なんかそんなこと言ってましたよね。プレッシャーの中にずっといるわけですよね。本当はね休まなくちゃいけない状態なんでしょうね。忙しいね活動の中からはね、本当はねクリエイティブなものはね生まれづらくなるとは思いますね。はい、まあね真面目な人だからね。ねショービジネスですからね、ショービジネスっていうのはもうね、YouTube の動画配信もあれもすごかったんですけど、あれとはレベルが違う世界ですからね。思いっきりもうエゴをね前面に出さないとやってかれないですから、そりゃ苦しいと思いますよ。もともとねエゴなんか少ない人だからね、自分をどんどん追い込んじゃうんでしょうね。何でもそうですけどね、自分をね表現するとかね、何か発信するっていうことはね、エゴがね必要なんですよね。必要であってなおかつエゴで苦しむ作用がどうしても出てきちゃうんですね。特にね何か創作する時ってそうなんですよね。それが苦しみのもとになっちゃうから。私もこうやって動画やってるけど、配信することもそうでね、SNS の世界ってそうなんですよね。例えばね風さんもやってますけど、インスタグラムね、風さんの場合はねもちろんエゴじゃなくてインスタ やってもね全部ファンのためだからね、別に何出しても皆さん嫌でも見てくれるしね普通の人はね人よりねやっぱり良い写真とか少しでもねフォロワー増やそうとかね、 YouTube でももうどんどん動画出したり登録者増えてほしいとかね、Facebook もね一人でも友達増やそうとかね、悲しいかな、全部エゴなんですけどね。だから私もあんまり頻繁には出したくないんだけど、ちょっとね今回はなんか皆さん心配してるみたいだし、ちょっとお話ししようかなと思って、これから出かけるのでねあんまり時間ないんですけど、ちょっとだけねお話ししようと思いました。で今回ね風さんちょっとね完璧主義っていうかね、なんか自分をどんどん追い込んでるでしょ。例えばね私も下手な絵描いてますけど、うまく描きたいとかね
展覧会で入賞したいとか思って書くとね、全然ダメなんですよ。もうそういうの全部手放して、あるがままになった時にふっと出てきたりするんですよね。なんか思いがけずご褒美もらったりね。だから多分自然体に戻れたら、ふっとね、降ってくる気はしますね。だけど海外のあそこのあの場所で制作ってね、もう競争世界のね、権化みたいな場所ですからね。もう海戦山戦でしょ。ねえ、以前よりね、もっともっとね、最高のものなんて言ってましたっけね、そんなようなこと。過去の作品よりもっとすごい、レベルもっと高いの作りたいなんて言ってましたよね。普通完璧主義はね、自我なんですけど、風さんの場合はね、全部ファンのためだからね、愛だから。だからそこが反対にモチベーション作るのは自我なので、その辺の絡みですよね。自我がね、あそこまで取れてきちゃってる人だと、ある時期ね、虚無感とかね、やる気が出ないっていうことがね、誰でも経験するんですね。やっぱりこうエゴがモチベーションになるので、有名になってね、金稼ぎたいっていうね、欲が少ないと難しいかもしれないんですよね。だから苦しいだろうな。だけどね、苦しみっていうのはね、決して悪いことじゃないんですね。人生に起きる苦しみっていうのは必ず意味があるので、むしろね、苦しみから逃げるのが良くないんですね。逃避が良くないんですよ。苦しい時はね、かわいそうだけど、とことん苦しむ方がいいんですね。その方が早く苦しみもね、なくなるんですよね。苦しんで苦しんでも、苦しみが最高潮になるとね、もう全部吹っ飛んでね、そこからね、なんつうか、不死鳥、ふふあの死なない鳥って書いて、フェニックスっていうの、あれみたいにね、こう新しいものがね、生まれるんですね。これが本当のあるがままっていうことなんですよ。で、これ風さんだけじゃなくて、人生すべてに当てはまるんですね。そのことはおいおいこれから話していきたいと思うんですけど、だからね、今の苦しみが大きいほどね、すごいものが生まれるとは思いますね。なんていうか、逃避しないでなんてかわいそうだけどね。苦しみもがいてね、もがけるところまでね、苦しんで、それでね、やるだけやって、ほら、あれですよ、もうええわですよ。やるだけやって、あとは任してだけ。もうええわだったかな。ね。あれですよ。だから人事を尽くして天命を待つってやつね。やるだけやって、あとは神様にお任せする。インスタのコメントにもそういうふうに書いたんですけど、あとはお任せしちゃえばいいんですよ。宇宙のエネルギーに。まあ、ファンとしてはね、ハラハラしながら、見守るしかないのでね。せめてね、愛のエネルギーをね、コンスタントに送ってね、もうエールを送るしかないと思いますよ。そしてね、まあ、これは一部の人でしょうけど、風さんにね、あまり過度な期待しないでね、早くアルバム出してとかね、新曲まだとかね、日産ライブ配信復活早くとかね 言いたいのは山々だけど言わないでね、私たちにもね、あるがままを当てはめてね、温かく見守っていくのがね、最善ですよね。そんなわけでね、私たちも現状ね、そのまま受け入れてね、ああだこうだ過度に心配しないで、明日はまた、明日だったかな、マレーシアの公演あるしね。また愛でね、それをシェアしてくれる人もいるでしょうから、楽しみにしておきましょうね。本当、たくさんの愛を風さんに送りましょうね。今日はとりあえずこのぐらいにしておきます。またね、感じることがあったら皆様とね、いろんなご意見シェアしていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら。